はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。最後に一緒に。皆様、本日は、料亭浜町の、クリスマス。はい、今年で4年目になりますかね、今年一無人と知り合って4回目のクリスマスライブです。私は一無人の友であり母であり恋人でありみたいな、ちょっとこれはってもう苦情が早で言うはわかりますけど、なんでしょうかね、こんなに高知を愛して高知出身の素晴らしい才能を持つ若者が頑張ってるのに私らが応援せんでどうするか、もう出会った時からなんでしょうかね、もう損とか抜きですね、そうでもないですよ、この2人。もうね、もうこの年になると、私も今年、来年1月になったら50歳になりますが、この年になると、この年になると、もう誰やもん。この年になると、もう男前やとか、なんとかっていう下心なしに、やっぱりこう、ハートがいい。応援したくなるようなこういう人に惚れ込みます。そりゃそうじゃ、ありがとう。それが今の私のこの浜町をやっていく原動力にもなってます。そう言っても過言ではありません。ちゃんとしてちゃんとしてね